まもなく目的地に到着いたします。ああなんだ今の爆発は。え、ちょっと待った。って、うわー落ちる。スピードがすごいゆっくりだな。あ、何事もなく着地できた。それに村人さんたちが浮いてる。一体どういうことなんだ。あ、今誰か落ちたよな。ちょっと見に行ってみよう。確かこの辺だよな。ん、あ、いた。あ、おい君大丈夫か。倒れてるじゃないか。もしかして死んでしまったのか。ねえ、なんかめっちゃ疲れてる。てか君大丈夫か。ねえ、大丈夫だ。天使なんで。天使疲れすぎだろって思った人はチャンネル登録と高評価よろしく。天使。あ、もしかしてさっき助けてくれたのって。ねえ、私が助けた。ちょっと大丈夫か。一旦休憩しよう。というか助けてくれてありがとう。そんな時間はないんだ。なんで。今君たちを助けたことによって私は翼を負傷してしまった。これでは天使としての仕事ができない。そうなのか。僕にできることがあれば手伝うけど。え、今手伝うって言った。言ったよね。まあ言ったけど。それじゃあ私の力を君に託す。その力を使って私の代わりに1年間天使として働いてくれ。すまない、1年は無理だ。さすがに長すぎる。じゃあ1日だけ。頼む。一緒のお願い。まあ1日だけならやってあげてもいいけど。天使ってどうやってなるんだ。天使になる方法は。食え。え、いや食べろってどういうこと。翼を食べれば天使になれるんだよ。なんか思ってたのと違うな。まあいっか。すまない。本当に天使になれた。しかも9個の技が使えるようになってるな。ところで天使の仕事って何するんだ。詳しい話は天国でしよう。今のお前なら空を飛んで天国まで行ける。やってみろ。なあ、分かった。これでいいのか。すまない。すごい、空を飛べるじゃないか。あっという間に上空まで来たな。このまま上に行けば天国に行けるってことなのかな。さーて、なんだか雰囲気が変わったな。もしかしてここが天国なのか。あ、見えてきた。おお、これが天国か。想像以上にすごいところだな。って浮かれてる場合じゃなかった。あの天使さんの代わりに今回は天使の仕事をしないといけないからな。あ、いた。すまない。天使の仕事って一体何すればいいんだ。詳しい仕事内容はこの先にいる大天使様に聞いてくれ。分かった。さーて、天使ってどんな仕事するんだろうな。かなり気になるっていうか楽しみだな。お、一段とすごいところに来たけど。で、死ぬー。なんだ。めっちゃ忙しそうに働いてるじゃないか。で、何か倒れてるけど大丈夫なのかこれ。なんでみんなこんなに忙しそうにしてるんだ。よく理由はわからないけど、とりあえず大天使様に話を聞きに行くか。大天使様ってのはどこにいるんだ。多分あれだよね。すまない。今日一日天使の仕事をさせてもらう。すまないと言います。え、寝てるのか。いやー、すまん。君がすまないくんだね。話は聞いているよ。ああ、どうも。もしかして
お疲れですか？いや、飯食ったら眠くなっちゃってさ。この人で会ってるのか？早速だけどすまない君、君には今日一日天使の仕事をしてもらう。待ってました。天使ってどんな仕事するんだろうな。まずはじめに君にやってもらう仕事は掃除だ。え、掃除？まあ詳しい話は君の後ろにいる先輩天使に聞いてくれ。というわけで私は寝る。先輩天使？ああ、この人だ。すまない、今日一日天使の仕事をさせてもらう、すまないと申します。話は聞いているよ。私の名前は悪魔、よろしく。悪魔？悪魔ってあの悪魔ですか？ああ、悪魔っていう名前だけで、あの悪魔じゃないから気をつけてね。びっくりした。よろしくお願いします、悪魔先輩。誰が悪魔じゃ、ボケ。いやそっちの悪魔じゃないです。ああそうだったか、ごめんね。悪魔って聞くと頭に血が昇っちゃうんだ。なんて呼んだらいいんだろうな。それじゃあ最初の仕事は庭の掃除だ。後ろのゴミを片付けてくれ。マジでゴミ掃除なんだ。え、待った、どんだけゴミ散らかってんの。さっきまで綺麗だったのに。安心して、チェストの中の掃除機を使えば簡単に集められるから。よかった、手で集めるのかと思った。あ、これが掃除機か。溜まったゴミはそこのマグマの中に入れておいてくれ。マグマってのはこれか。なるほどね、ここにあるゴミを集めてこのマグマの中に捨てればいいのか。じゃあ早速掃除機を使っていこう。すまない。すごい、近寄ると勝手にアイテムを拾うことができる。さあこの掃除機を使ってスイスイゴミを集めていこう。てかどんだけ散らかってんの。さっきまで綺麗だったよね。なんでこんな短時間にゴミが増えたんだ。まあいいか、文句を言わずにしっかりと働かないとね。よし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 。あーでもほんとすごい数だな。誰がこんなにゴミを捨てたんだろう。さーて右側部分は終わったから次は左側だね。こっちもすごい散らかるようだな。よし、ひとまず終わり。それじゃあゴミを捨てるか。なんだあの村人さん、帰ってっちゃったけど。って、またゴミが散らかってるじゃないか。なんでだ、今ゴミ掃除したばっかだよな。なんでまたこんな散らかってるんだ。仕方ない、もう一回こうやって掃除機で吸い込むしかないな。あーでもゴミが溜まりすぎて回収しきれなくなってきたな。仕方ない、一旦ゴミを捨てるしかないようだ。さあ溜まったゴミは一旦マグマの中に入れて全部焼却しないとね。さあこうやってゴミをひたすら捨てってと。ふう、2回目の掃除やっと終わり。すまないくん、まだ散らかってるよ。え、今掃除終わったばっかなんですけど。って、待った、なんだこのビラビト、めっちゃゴミ撒き散らしてるじゃないか。ちょっとやめろって。あーくそ、あいつだったのか仕業は。って、どこ行くんだ。はやっ、くそー、なんなんだあいつ、人がせっかく掃除したってのに。ふぅ、やっと終わった、これで3度目の正直。って、おい、待てあいつまた嫌がらせのようにゴミ撒いてるじゃないか。くそー、こうなったらあの村人ごと吸い込んでやる。すまない。なんだ、体が勝手に吸い込まれて。何するんだ。あー、すまない、手が滑った。あっつ、あっつ、あっつ。ふぅ、やっと終わった。お疲れ様、それじゃあ次の仕事に行こう。さーて次こそは天使らしい仕事をしたいな。あ、悪魔先輩、次は何をすればいいんですか。誰が悪魔じゃ、ボケ。あー、すまない、先輩。あー、ごめん、また血が昇っちゃった。次の仕事は荷物運びだ。まさかの力仕事。今から君には青いエリアにあるチェストを全部赤いエリアに運んでもらうことだ。あー、わかりました。まさかの力仕事とはな、天使になってまでやるとは思わなかった。なるほどなるほど、ここにあるチェストを全部赤い方に移せばいいんだな。さあチェストを持って、すまない、よーし、これを30回ぐらい繰り返せばいいのかな。うん、結構大変だな。さあ
ラスト2つ。って村人さんが寝てるな。はぁ、ああ、そらいい。その下にあるチェストを回収したいんだけどいいかな。うるせえ、俺はこの上で寝てるんだ。さっさと帰りな。なんだかムカついてきたな。あ、そうだそうだ、天国にいるってことは君死なないよね。もちろん、私は天国に来た人物だからな。よし、この辺でいいか。この辺でいいとは。はぁはぁ、よし、村人さんを溶かしたから残りの2つチェストを運ぶことができるね。やった、ラスト1個、すまない。よーし、これでチェストを全て移し替えることができた。ふぅ、疲れた。ご苦労様。それじゃあ最後の仕事に行こう。3つ目の仕事は天国に来た人に料理を作ってあげることだ。やっぱ天使っぽくない仕事なんだよな。すまない君、もうお客さんが来てるよ。え、なあ、そらい、いつの間に。ご注文は何にしますか。メロンジュース1つ。メロンジュースね。メロンジュースの作り方はスイカと砂糖と瓶だよな。スイカを4つからの砂糖を1個の瓶を1個で完成。メロンジュース、よし、いい出来だ。お待たせいたしました、メロンジュースです。 Thank you。 よし、まずは1人目、ご注文をどうぞ。ビーフシュー1つ。ビーフシューは人参、じゃがいも、そして牛肉か。そうしたらじゃがいもと人参を一旦回収していこう。やった、すまない。さあ、これを分解してじゃがいもと人参にすると。そうしたらナイフを取り出して、かつこっち側にある生肉を取ってきて、生肉を置いてこれをカッティングすると。すまない。よし、牛ひき肉の完成。あとは鍋の中にひき肉、人参、そしてじゃがいもを入れると、できてきた、できてきた、完成。ビーフシュー、お待たせいたしました、ありがとう。さあ、次でラスト。ご注文は何にしますか。ラーメン、鮭のムニエル、ローストチキン、ミックスサラダ、ステーキ&ポテト1つ。いや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 、頼みすぎだろ、5個って多いぞ。はぁ、やっと終わった。すまない君、まだ人が残っているよ。待った、さっきよりもめっちゃ強烈できてるじゃないか。おい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 、嘘だろ、こんなのやってられるか。すまない君、どうかな、天使の仕事は。めっちゃ忙しいっすね。っていうかこれただの雑用じゃないか。まあまあ、そう言わずに次にやってもらう仕事があるからさ。ああ、また雑用だろうな。次の仕事は地上で暴れている魂を天国に連れてきてもらうことだ。めっちゃ天使らしい仕事きた。とある村人の魂が成仏をしたくないらしくて天国に来ないそうなんだ。だからその魂を天国に連れてきてくれ。よっしゃ、何でもやってやりますよ。こういうのを待ってたんだよね。さてと、天国に来ない魂ってのは一体どれだ。先に悪魔先輩が先行して言ったけど、もしかしてあの家の前で倒れてる人かな。あ、絶対そうだ。よし、ここで降りて魂を連れて帰ろう。すまない。何をすればいいですか。すまない君、僕がお手本を見せるからちょっと見ておいて。はぁ、成仏したくない。大丈夫ですよ、今から天国に行きますから。ん、天国、いやだ。安心してください、地獄じゃなくて天国ですよ。嘘つけ、そんなこと言って地獄に連れて行く気だろう。地獄ではありません、天国ですよ。うるさい、この悪魔め。なんだ、やんのかてめえ。いやだ、地獄なんて行きたくない。あ、ちょっと待って。なあ、くそ、こうなったら僕が捕まえに行くしかない。待ってくれ村人さん、地獄じゃなくて天国に行きますから。騙されないぞ、そんなことを言って天使を装った悪魔を私は何人も見てきたんだからな。ちょっと待った、信じてくれ、僕は本物の天使だ。まあ一日限定だけどさ。あ、ちょっと待つんだ。くそ、この村人さん意外と早い。魂だからか。だから止まれって。くそ、止まらないなら特殊な技を使うしかないようだな。よし、こいつを食らえ。すまない、もう一回、すまない、もう一回、すまない。よーし、なんとか村人さんを捕まえたぞ。こんな技があったのか。いやだ、
絶対に地獄なんて行きたくない。ふぅ、こんな技があるんだったら最初から使っておけばよかったって。ああ、しまった、間違えて悪魔先輩も捕まえてしまった。すまない。今解除しますからね。よくやった。早くこれを壊してくれ。わかりました。エンジェルビームでいいのかな。どうやって使えば。あ、ああ、間違えて悪魔先輩を撃ち抜いちゃった。はっ、ご苦労、すまない君、よくやってくれた。いえいえ、これぐらい朝飯前ですよ。君は天使としての素質があるね。よかったら我々天使に。大天使様、どうした。どう、一体何があった。まさか悪魔にやられたのか。いや、ちょっと転んだだけです。ふざけるな。大天使様、なんだ、貴様も転んだのか。ね、ふう、悪魔の襲撃を受けました。なんだと。悪魔は生かしちゃおけないね。悪魔って、あの悪魔か。敵は一体どこに出てきたのだ。地上から行けるとある異空間で遭遇しました。許さん、許さん、総員、悪魔を叩き潰すのだ。相変わらずみんな疲れてるね。悪いが、悪魔を倒せるのは今君たち二人しかいないようだ。頼めるか。悪魔なら私がボコボコにしてやります。なあ、天使を傷つけるなんて許すことはできない。それじゃあ二人とも今からその異空間へ向かってくれ。了解。さてと、あれか、この中に異空間があるって言ってたな。さて、降りていいのか。いつ悪魔が出てきてもおかしくないからな。さ、ゆっくりと降下していこう。緊張感がちょっと高まってきたな。大丈夫か。いや、行くしかない。さて、ここには悪魔はいないようだな。さ、目の前に、あ、このゲートが異空間につながっているのか。この先に悪魔がいるはずだ。ちょっと見に行ってみるか。すまない。ん、あ、あ、こいつらは悪魔。すごい数に、なんてデカさなんだ。天使は死すべし、貴様らにはここで消えてもらう。消えるのはそっちだ、悪魔ども。どうして天使を攻撃するんだ。それは我々が悪魔で、お前らが天使だからだ。なんか分かりそうで分からないな。天使は全員ぶっ飛ばしてやるぜ。天使なんて臆病者ばっかだろ。ほう、あまり舐めるんじゃねえぞ。このクソ悪魔どもが。はっ、悪魔よ消えろ。悪魔先輩、悪魔より怖いかも。って、危ない。ここはエンジェルバリア。やった、このバリアを張ればダメージを受けることはない。そして僕に近づくこともできない。ねえ、こいつらなかなかやるけど、守ってるだけでは勝てない。仕方ない、やりたくはないけど、そっちがやる気ならこっちだって考えがある。行くぞ、エンジェルビーム。すまない、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 すまない。よーし、ひとまず僕に向かってきてる悪魔は倒した。残る悪魔はあいつらか。さあ近づいてこい。全員僕が倒してやる。さ、まだまだいろんな技があるからね。こいつを使ってみるか。エンジェルライトニング。すごい、全てに雷を降らせる。ってちょっと強すぎるかなこれ。やるな。しかしお前ら行け。なんだ、敵の増援か。こいつらも悪魔ってことだね。だったら次に使っていくのはエンジェルアロー。あ、あ、すごい爆発だ。これだったらまとめて敵を狙える。スライッ、あ、スライッ、スライッ、スライッ、強い。このエンジェルアローはチート級に強いじゃないか。さて、こいつをぶっ放してしもべを一気に倒せ。さらにエンジェルライトニングでまとめて投げ払う。スライッ、これ本当に強いな。何もしなくても勝てるじゃないか。くそ、やつを潰せ。な、また増援か。けどエンジェルバリアを使えば近寄ることはできない。そうだ、奥に触れることはできない。けどこのままでは勝てないから、一旦どっかのタイミングを見て上昇するしかない。よし、
敵の動きを封じる。エンジェルソード。よし、これに刺さったものは動くことができない。というわけでしばらくそこで止まっていてくれ。さらにここでエンジェルアローとのコンボ、こいつを食らえ。すまない。よし、いいダメージだ。さあエンジェルアロー、どんどん叩き込んでいこう。よし、まとめて投げ放った。何をしている奴を潰せ。くそ、また新しい敵か。しかもこいつら無駄に足が速い。エンジェルバリアで身を守る。くそ、こいつらスピードとパワーが強い。こうなったら新しい技を使わせてもらう。どれだ、これだ、エンジェルフォール。こいつを使ってまとめて倒す。いくぞ。出さない。この技は相手を上空に放り上げて落下ダメージを誘う技か。なるほど、あそこにシルバーフィッシュがいる。もう一回エンジェルフォール、落下ダメージを食らえ。よし、いい感じに全ての敵を倒すことができた。こうなれば私が悪いが、お前には退場してもらう。あー、すまない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 、エンジェルアロー、これで押し切る。すまないすまないすまない、ラスト一発。よーし、ふぅ、なんとか倒したな。さーて、お仕事を完了。って、ちょっとやりすぎたかな。ありがとう、すまない君。そして、今までご苦労だった。なかなかセンスあるよ、君。このまま一生天使になってもいいんだぜ。ああ、それは遠慮しておきます。そうか。では、また縁があればよろしく頼む。ああ、一日だけだけど、お世話になりました。はあ、疲れた。天使ってなんであんなに忙しかったんだろうな。おい、そこのお前。誰だ君は。お前の強さ、大したものだ。そこで、お前に素晴らしい提案が。お前も悪魔にならないか。